えーっと、こんにちは、皆さん。今日は12月3日の、今は22時頃です。えー、今日夕方頃、えー、ナスダック、買ってたやつが爆上げしたのと、ま、1万円が3万円ぐらいになったっていうので、ちょっと動画上げたんですけど、えー、この、この前っていうか今週末、この、なんだろう、中国とアメリカ、 まあだけじゃないんですけど、オペックとかがあって、あと首脳会談とかもあったらしくて、ええー、まあ株価結構上がってる感じです。で、まあ日経もダスダックもダウも、うん結構どれも上がってます。で、あの、こういう時に、あの、個別銘柄についてすごくトークする人がいると思うんですけど、あの、日経とかダウとかナスダック上がってんのに、なんか個別銘柄に期待する、 のってどうかなって。まあ僕は個人的に思うんですよね。なんか個別銘柄好きな人って、なんか日経上がってんのに個別銘柄上がってなくてすごい損してるって人多いんじゃないかなって僕はまあ思うんですよね。まあなんでそこまで日本の個別銘柄にこだわるのかちょっとわかんないんですけど、あのー、結構そういう人が多いです。 まあ、な、どういうこと、なんでかっていう、なんでそういう現象が起きるかというと、あの、日経が上がっても日本の個別銘柄、ジャスダックとかマザーズとか上がらない理由っていうのは、あの、日経って変わりやすいんですよ。あの、これすごく大切で、あの、なんだろう、個別銘柄してる人あんまりなんか意味わかってない、結構、人が多いと思うんですけど、あの、個別銘柄ってなかなか上がんないですよ。 あ、まあ、上がってもほんの一部で、で、かつ、こういうなんか日経とかダウとか世界的に株が上がってる、上がった時には、個別ゲーム、って絶対上がらないです。むしろ、あの、放置されます。資金がだってそっちから違うところに移動するわけで、えー、なんでみんな日経が上がる、上がるのか分かってないけど、日経って、あの、なんだろう、指標として、指標っていうかそのなんだろう、まあ、株の、そのなんだろ、ま、指標っていうかその、 ええー、まあ、指標かなまあ、ナスダックとか、日経とかトピックスとかあるけど、日経って、その、なんだろ、う、銘柄少ないし、その、なんだろう、う時価総額あの、なんだろう、うが、そこまで高くないんですよ。つまり、その、簡単に外国人のヘッジファンドとか、外国人の大きな投資家が、日経買えばすぐ上がるんですよ。だから、あのー、 売り入れてたやつを巻き戻したりして、あの、上がったりするんですよ。あとは同時に現物買いで売り入れてて、売りを巻き戻して一気に、あの、ドカーンって上がったりするんで、あの、日経が上がっ、日経っていうのは、その <coughs> 数も少ないし、あの、習得単価も安いし、時価総額も少ないんで、その、すぐ上がるんですよ。だからそこについていかないと、 あの、個別銘柄ばっかり買ってる人は、こう、貧乏になるんですよ。<laughs> あの、本当に、あの、こ個別、あの、日経とかダウが、調子悪い時は、まあ、個別も、で、その、なんだろう、上がってるような、いわゆる、なんだろう、抽象、なんとかとか、なんか、僕、個別あんまり好きじゃないんですあんまり詳しくないんですけど、個別銘柄買ってもいいかもしれないんですけど、基本的に日経とか、 ダウとか上がるようううななっていいのは、個別買うべきじゃないですね。そこまで上がったりしないでだから比較的、まあ、日経って買いや変わりやすいんですよ外国人からしたらえー、まあトピックスってすごい数あのー、会社の数もあるし時価額も高いしあの買っても上がらないからその外国人は絶対ほとんど買ってこないんですよ だから、NT バイリスっていうのは、日経トピックスの倍比率ですね。っていうのは日経がすごい上がってくるんです。で、まあ、あまりそのなんだろう、そういう話、本当は僕好きなんですけど、あのまあ、それ僕の個人的な考えなんで、あんまりその <laughs>、あの、あの、個人的な考察なんで、あの、そこまで、なんか、言うようなことじゃないんですけど、まあ、そういう感じで僕は考えてます。で、えー、この前なんか、 あのー、米中首脳会談があったと思うんですけど、えー、なんか、なんだろう、その25%、完全に今10%で、えー、1月1日からかなんか忘れたけど、25%にするよってトランプが脅してたのは、結局、まあなくなった形になりました。で、えー、あのー、まあトランプは、僕の予想ではトランプは、あのー、 そ25%かけるとか、なんか全部の商品にかけるって言ってるけど、実際そこまでやらないなとは僕は思,思ってるんですよ。な、<laughs> ちょっと風邪気味で、すみません。なんでかっていうと、あの、中国に関税かけたら、今度はアメリカの商品、アメリカの人が商品買うのも高くなるわけで、あの、中国に関税かけるってことは自分の国、アメリカも自爆するようなもんだって、そんなことするわけがないですよ。そんなことしたらはっきり言ってアホですよね。 だから絶対に25%にするとか全部かけるとか言ってるけど、実際そんなことしないです。アメリカの人が買う商品のコストがすっごい高くなって、自爆するようなもんだから、絶対ありえないです。そのパターン絶対ありえないなと思いながら、だけど、あの、市場っていうのはやっぱりその、不安になったりするんで、株とか売られちゃうんで、あの、そこを見,見極めないと結構きついんですよね。 結構僕いいこと言う,言うと思うんですけど、あの、あまり、あの、まあ、見てくれる人も見てくれない人もいると思うんですけど、結構いいこと言います。で、そこをしっかり、あの、見、見極めながら、あの、トランプがそんな、ね、言ってるけど、ツイッター攻撃してるけど、それが本当なのかなっていうのを、こう、考えながらやっていかないと、まあ、ダメかなと思います。だからま、個人的には日経まだ、この前なんか世界同時株安で安くなったんだけど、まだもうちょっと上がるかなっていうふうにはま、思ってます。 で、どこだったっけモルガン・スターレンかどっか忘れたけど、なんか、あ、どっか忘れたけど、<laughs> 忘れたのかって思われるんですけど、なんか、来年景気がやっぱり後退するだろうみたいなレポートどっか出してたと思うんですよ。で、まあ確かに、今ずっと景気がいい感じに上がってるんで <laughs>、この調子でずっと上が,りに上がっていくっていうのはまあ、誰がどう考えてもちょっと違和感はありますけど、 ただ若干の、こ、今回みたいな株安みたいな、その若干の調節が入りながら、まあ上がっていくっていうのはすごくまあ大切かなとはまあ僕は思います。で、今日はこの、米中首脳会談のこれなんですけど、記事を見て、ちょっと、えー、何言ってるのかなと思ってるんですけど、なんだろう <coughs>。まあ、中国と、 あの、アメリカの関税の問題なんですよね。で、結局、アメリカも、その貿易赤字で、あの、自国守りたいから関税かけるぞとか言ってるんですよ。で、まあ昔日本のトヨタとかじ、車がアメリカから攻撃されたように、結局アメリカってそうやって攻撃してくるわけなんですよ。結局貿易黒字とかになってると、 あの、不公平だとか言って、あの、なんだろう、製品も、商品も、アメリカのものは日本に劣ってんのに、あの、不公平だとか言って言いがかりつけてくるから、あの、アメリカッち悪いんですよ、はっきり言って。あの、 あの、昔なんだろう、繊維とかでも日本の方が良くて、日本の繊維貿易から、もう売り上げすごい爆益だったらしいんですけど、繊維も自動車も日本の方が明らかに質が高いのに、あの、アメリカが言いがか,かりつけてくるんで <laughs>、あの、今回はそういうパターンだろうと僕はまあ思います。でも、まあ、なんだろう、うそういうことばっかりやってるんで、まあ、今、今回もまあそうやって言って、どっかで、そのなんだろう、うあのー、なんだろう、う ただ、関税かけるばっかりって言ったら、アメリカ成り立たなくなっちゃうから、どっかでその、なんだろう、あの、許容っていうか、その, <laughs> の、あの、なんだろう、見いだせる、その、理解を見いだせるところで、まあ、止まるんだろうなと思うんですけど、まあ、ただ、こういうのって短期で決まらないから、長期ダラダラ行くタイプなんで、え今年は結構、日経もダウンも、 ナスダックも全部厳しいかなというふうにはまあ僕は思っています。で、なんか日本がなんか戦闘機、戦闘機を買うとか言ってすごいなんか話題になってるんですけど、なんか貿易赤字解消するために戦闘機買うとか、なんかアメリカの言いなりになってるだけだなっていうふうにはまあ思,思っちゃうんですけど、なんだろう、その、なんかはっきり言って貿易黒字だから、 あのー、なんだろう、戦闘機買うとか何か買うで、あのー、無駄遣いしたらはっきり言って意味ないですよね。なんかもっと違うことをやればいいのに、なんかそういう、なんかシナリオしかないのかなっていうふうには思いますよね。<coughs> で、その、なんか貿易黒字だったら、よく、 多くの人に思われるんですけど貿易黒字だったらあの黒字国の日本の円が買われるんじゃないかなってこう思われがちなんですけど何だろう日本が貿易黒字でアメリカが貿易赤字っていうのはもうそのシナリオ的に成り立ってるわけであの日本が貿易黒字で黒字になったから円が買われてなんか。 るっていううわけじゃななですよむしろろ <laughs> んだろう日本人はアメリカとかに投資するわけで、アメリカの逆にドルが買われちゃうっていうパターンじゃないかなって僕は思うんですよね。 つまりその日本の貿易黒字で得たその利益で外国の資産を買って、えー、ドルを買って、まあ、ユーロを買ったりとかするから、結局そのドル高になるんじゃないかなっていうふうには思います。でもアメリカも貿易赤字すごい重なってて、なんかもう毎,毎回赤字なんで別に貿易赤字だったからドルが売られるとかいうパターンでもないとは思います。 なんか結構ね、あの、貿易赤字だから、まあ、拡大してるから、に、あの、アメリカは、なんかドルはどうだっていう人いると思うんですけど、はっきり言っても、赤字がずっと空いてるのに、なんか、それでドルが変わったりとか、なんか、景気変わったりとかあんまりしないと僕は思うんですけどね。結構そういう人いますよね。だから、まあ今回中国との、まあ貿易戦争も、えー、まあ1年とか2年でね決まらないと思うんで、この先ちょっと、 あんまり期待できないかな、期待っていうか、その日経とか、あの株価指数とかですね。あんまり期待できないかなと思います。なんか中国株とかもちょっと上がってるんですけど、うーん、その上、上値が重いっていうか、あの、レンジ相場になってて、なんだろう、これから、その、こう上がっていくようなムードではまだないですよね。 結局、その、ボックスっていうか、レンジ相場になってて、うん、上にも行かない、下にも行かない、じゃあどっちみたいなところに今、なってます。だから、中国株も微妙なんですよね。で、僕最近ちょっと思ったんですけど、あのー、なんだろう、インド。インドの、あの、株とか、あのー、債券ですね。インドの債券とかも、なんか爆上げしそうな雰囲気になってるんですけど、 あれやばいですよね。多分、多分ですけど、FRB が、あのー、の利上げが重くなって、新興国の通貨が買われてるんですよ。トルコもそうなんですけど、トルコ、トルコリーダーとかもそうなんですけど、FRB が利上げ、 のどんかつまり利上げするのをちょっと緩めるんじゃないかなってことで、新興国通貨が買われてます。だから、その、株とか債券とかもやっぱり影響出てくるんかなっていうふうにはまあ思ってます。インド債券とか、まあ、株とかも結構なんか爆カげそうな雰囲気になってて、なんかいい感じにちょっと上がってるんで、えー、上がってます。で、債券とかもなんか、ずっと、 あの、価格安くなってきたのに、なんか最近ちょっとか、あの、高くなってきて、ちょっと上がってくるんじゃないかなっていうふうにはまあ見てるんですけど、だからインド株を、あのー、ちょっと上がって戻ったとこでおしめを買っていこうかなっていう、ちょっとまあ戦略もいいかなと思ってるんですけど、ただまあまだ短期のトレードのレベルで長期保有するかはちょっと考えてないです。あれ消えちゃった。ポケモン GO が出ちゃった。 ポケモン GO やってるんですよ。今、<laughs> 一瞬出たんですけど、ポケモン GO やってるんで、なんかたまになんか出てきます。結局、まあ、そうなんですよ。何の話だっけあ、ポケモン GO か。まあ、ポケモン GO は結構やってる人多いんですよね。今、街見ても、なんか、若、若者はポケモン GO もや,やってないとか言う人多いんですけど、結構、まあ、40、50、60ぐらいまでの人で、ポケモン GO やってる人多いんですよね。 まあ、まだ、人気です。今ね、ポケモン GO、何かな忘れた。あの、バンギラスの元になる、あの、ヨーギラスとか出てきますよね。バンギラスの子供のヨーギラスとか出てくるんですけど。うん、まあ、どんどん変わっていってますね。うん。で、ちょっと話に戻るんですけど、そうですね。中国がアメリカの関税下げで合意。まあ、 まあ、中国から、アメ、中国がアメリカからの、えー、輸入自動車に課してる関税引き下げって書いてるんですけど、あの、中国が、なんか、アメリカの自動車の関税引き下げるってこれも書いてるんですけど、これもニュース見た時点で、あの、まあ、ただ、関税引き下げ、そのなんだろう、話し合いに応じて、まあ、そのな、農作物を買うから、 完全引き下げようってことで、あの、やってると思うんですけど、あの、はっきり言って、あのー、話が良くはなってないと思います。まあ、そのまま、平行線のままだと思います。だから、今株上がってるのは期待上げだけ,だけであって、あの、別にその状況が良くなってるわけではないんですよね。だから、ここからいっぱい買っていったら結構厳しい状況になると思うんで、あんまりちょっとよ、買わないで様子見ながら行った方がいいと思います。 で、中国が自動、あの、アメリカの自動車の関税引き下げるって書いてるんですけど、あの、アメリカの自動車って、はっきり言って人気ないですよ。人気ないっていうか、ほとんど人気なくて、全然売られてないですよ、世界で。それだのにりが、関税引き下げなんかしても、はっきり言って意味ないですよ。<laughs> 意味ないっていうか、買う人いないですよ。アメリカの車なんか買う人いないのに、あの、引き下げとか言って、ニュースになってて、なんか、すごい、 なんかいいムードみたいなの出してるんですけどまあこういうメディアっていうのは大体そのなんか投資家と格好とか違うんでアメあの中国でアメリカの自動車なんか <laughs> 完全引き下げてもはっきり言って意味ないよ意味ないって僕はふうは思いますあの中国のなんかアメリカの車とかはっきり言って売れてないしあの別にそこまでニーズがないんで日本の車の方がはっきり言って性能も高いしあの人気も高いんで 別にあの、アメリカの自動車なんか完全下げても意味ないなっていうふうにはまあ僕は思います。まあその、仕事的に、あの、アメリカに合わせるってことで、まあ引き下げないといけないなっていう、ただなんだろう、その社交事例みたいな感じで下げてる、まあだけなんでしょうねって思います。 まだアメリカの貿易赤字っていうのはそもそもアメリカの商品が悪いから売れないんであって、あの、めちゃくちゃなんですよ。あのトランプってはっきり言ってアメリカっていうのは <laughs>、はっきり言って商品が悪いから売れないのに、お前たちが悪いんだって言ってめちゃくちゃ言ってるんで、はっきり言って面白いです <laughs> まあめちゃくちゃな国なんですけどね。だから、あの、なんだろう、ニュースとかそのままあんまりうのみにしない方がいいですよね。 アメリカの貿易赤字拡大してるのはア、アメリカの商品が悪いから売れないんであって、<laughs> 関税完成かけてるから、ダイすからね、そうそう。完成って、どこの国もかけてたり、い,いろんなものにかけてたりするから <laughs>、それが悪いから売れないわけじゃないですよ、はっきり言って。まあ、車だけじゃなくて、なんか農作物とかでもそうですけど、アメリカの農薬のいっぱいかかった野菜なんか、誰が買うのって、普通に覚えじゃないですか。 普通に覚えてるから誰だって思いますよ。<laughs> あの、精神国、精神国に住んでる人は、なんでアメリカの農薬がいっぱいかかった野菜を買うのって <laughs>、おかしいじゃんって誰だって思うから、まあそれは売れないって、完全のせいじゃないからね、明らかに。そういうのがはっきり言って面白いんですよね。なんかメディアがなんか、わけのわからんように捉えてるっていう。 まあ、今日はこんな感じなんですけど、ちょっと話が長くなってしまったんですけど、えまたチャンネル登録とかよろしくお願いします。今日ね、結構ね、いい話したと思うんで、よろしくお願いします。